アラサアジは山形県鶴岡市にある寺院で、羽黒山修玄本州の本山である。三号は羽黒山で、正禅院が本坊である。本尊は大日如来、阿弥陀如来、観音菩薩。この寺は、須春天皇の御子八子御子によって開かれたと伝えられ、では三山に対する山岳信仰、修元道の寺として、古くから信仰されてきた。 元は、新言宗を中心とする寺院であったが、江戸時代に入ると、天台宗に属することとなった。明治初年の神仏分離に伴い延暦寺の末寺となり、第二次世界大戦後の1946年、島津伝道が独立して、羽黒山修玄本州の本山となった。羽黒派修玄は、新言宗東山派、天台宗元山派の2杯に修練していった。 主言道二杯のいずれにも属さず、古くからの主言道と、土着の合算の祖霊信仰が結びついた、独自の主言である。その中で、荒沢寺の主言道は、地獄、ガキ、畜生、アシュラ、人間、天神、正門、縁楽、菩薩、ふつの、世界を形成している十回を体験する、十回業を厳密に行うことが、では散々神社と比した特徴である。 十回行とは、行者が死に、死の世界で、山内の格好上での修行を通じて十回の苦しみを体験し、現世へと転生する行である。では散々神社の行は、仏式ではなく神式であり、行を通じて死後の追体験を行うのは同じだが、その内容は、古来からの修言と比べて簡略化されたものである。ありがとうございます。